どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はちょっと気になってるスキルを検証していきたいと思います。それが光竜のユニークスキルですね。輝きの竜輪です。アクティブにいるときに間がつきスキルの効果中に味方は味方の攻撃ヒット数が多いほど与えるダメージが上昇するですね。まあ、似たようなスキルはあったにはあったんですけども、こっちはどれぐらい攻撃力が上がるのか、なんかね、ブリトラのユニークスキルと合わせると強そうな気がするんですよね。まあそうなるとパーティーが難しくなりそうなんですけども、まあどれぐらい上がるのか見ていきましょう。それではまずは通常のダメージですね。アルテミスとアグラトを入れておりますので27回ヒットしますね。27ヒットっていうと結構上がるはずなんだよね。まあ200ってところ、銀河烈星剣でね。でアグラトのこっちは、まあ、250ぐらいじゃない。なるほど、こんな感じです。はい、でこれに光竜でランブ入れればいいんだよね。ランブ入れると、そうか、なんか若干もったいないな。まあいいか、ランブを入れてダメージを見ていきましょう。ちょっともったいないじゃもったいないよね。 OK。 さあどれぐらいのダメージになるのか。はい。でもってアグラとはこんな感じになる。ほい。はい、それでは戻ってきました。今日の検証結果ですけども、光竜のユニークスキル、輝きの竜輪ですね。これが、アグラトとアルテミスと同時に使った場合、ダメージが 1.5 倍まで上がります。なので、アグラとアルテミス、光竜のパーティーだったらば、これ全然いいと思う。すごく強いと思うんですけども、その多段ヒットってなると、ブリトラの方がいいのかな。狂乱の宴でヒット数を上げて、で、乱舞だよね。で、それプラス、この真理の雷みたいな、ランダムで2から5回ヒットのやつを打った方が、ダメージは上がると思います。まあまあ、組み合わせとしては、まあ、光竜と、アグラと、そしてアルテミスは全然いいかと思います。まあ、いいダメージ出せると思いますよ。まあ、使うかどうかっていうと、ちょっと微妙なところかもしれないですけども、はい。まあ、そこそこダメージは上がりますので、ありだとは思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。